山内大輔は日本の映画監督、脚本家、埼玉県出身。1995年に日本大学芸術学部映画学科監督コース、卒業。自主制作の短編スプラッター映画、血の赤に染めろ。が第7回、ユーバリファンタスティック映画祭で審査員特別賞を受賞。1998年、オリジナルビデオ。 女の子の部屋で商業監督デビュー。その後、赤い密室、無残画といったエログロ系オリジナルビデオシネマも中心に活動。2002年の夢のマリア町インラン女の私生活以降はピンク映画にも進出。ピンク映画のアカデミー賞、ピンク大賞で2011年、色恋さた、貞子の冒険私の愛した、セイグたちよ、2014年。 欲望に狂った愛獣たちで作品賞を受賞。第三十回ピンク大賞では、ひまわりレーズンが最優秀作品賞を受賞。赤い風船が優秀作品賞を受賞。自主映画ではホラーを主題としていたこともあり、大蔵映画から連なる怪談ものを得意としている。同名の俳優もいるが別人。ただし、 山内自身も映画作品にエキストラなどで俳優参加している作品が多数ある。インデントが下がっている作品は上記作品の再編集版。ありがとうございます。